ん、はい、どちら勝ってもおかしくありませんけども、実力的に白昼してるけ ど、トヨタが仕掛けが早いと見たね、この試合。なるほど、うん、はあ、さあ、どうかだった、早くもトヨタが仕掛けた、逆に井上が早い攻めだ、おっと、素早い両者、素早いね、今ちょっと一瞬ゾゾゾって鳥肌が立っちゃった。井上っていいな、井上京子のが人気があると言っていいでしょう。しかしトヨタもトヨタファンも負けてはいない、すごいがっぷり四つに組んだ人気者同士のこの準決勝です。いいね、さあ井上が仕掛けたキックからロープへ振った、ショートアングルハイアングルミサイルキックだ、2本一発フライングボディアタック、さあ早いドロップキックでカーバーの体勢、トヨタは全部このパターンなんで、そうですね、あの自分からロープ走っていく技ばっかっていうか、井上は割とじっくりレスリングやる方でしょ、そうですね、うん、早い仕掛けのこの準決勝、あっとバックフリップ、なんか焦ってて井上、さすがの井上がちょっと雑になってるわ、そしてバックフリップから逆エビ固まりリング中央、今回の試合ですね、山田との再戦がありました、2試合目ということですけども、斉藤さん、はい、もうこれはハンデなんかないでしょうね、どうでしょうかね、まあ練習量豊富だから井上京子大丈夫ですよね、大丈夫ですよね、試合ぐらいはね、佐藤さんどうですか、大丈夫です、大丈夫ですか、逆エビから逆肩エビ、初優勝に向けた両選手、去年はトヨタが優勝してるんですよね、はい、大穴でね、トヨタが途中でなんかそう、そうでした、そうでした、骨まで出ちゃってね、ね、あ、そうだった、プランチャー、あ、トペコンヒーロー失敗したんですかね、失敗じゃない、フェンスまで、そう飛びすぎてフェンスまで、どうやらあれ以来場外フェンスなくなったんですよね、そう、あ、初優勝に向けて燃える井上京子、アルゼンチンバックウィーカー、本当にいろんな技持ってるね、女子プロレスラーの概念を超えてしまったような井上京子のレパートリーの数です、すごい、またあの処理の仕方がオリジナルだからいいね、うん、偉いと思う本当に、そして今度はスコーピオンデスロック、技が一体くさあるのか、井上京子、そしてフォアハンドの素早い、これはスピーディーです、ああいう入り方見たことないもんね、ないですね、フォアハンドロック、これは体の柔らかいトヨタのピンチです、首まで決まってるもん、しつこい攻めを続ける井上京子、ボーアンドローです、変な選手になっちゃったね、はい、24時間プロレスのことを考えてるっていうやっぱり証でしょうかね、斉藤さん、そうでしょうね、夢まで見てるんじゃないですか、夢にもですか、佐藤さんは夢にはプロレスは見たことありますよ、やでやでしょうがなかったでしょう、最後やってことはないけど、すごい疲れちゃうんですよ、試合する前にプロレスのバスの中で見ちゃうんですよ、どういうのか移動中、移動中に、でもそうやってやっぱり気持ちを持続させていくって大変でしょう、嫌になる時ってあるんでしょう、やっぱり選手でも、いますよ、いつも嫌だってそこまではないじゃないですか、でもやってればいいこともあるしって思うでしょ、やっぱりそうですね思いますよ、やってればいつか花咲くこともあるだろうって、あ、なるほどね、こういう風にまだなんていうのプロレースが楽しい時期に、4,5,6 年目がすごい楽しい、楽しかったですか、うん、4,5,6 ってなんかやってることすごい、7年過ぎちゃうとダメ、なんか悩むものがありますよ、あ、私はこれからどうしたらいいんだろうとか、うん、それが一番いい、さあ両選手の不安もね、固唾を飲んでるこの準決勝、またうわー横から見るとすごいよこれ、反り方が、いくら体の柔らかいトヨタでも体柔らかいって言ったら逆エビ、逆エビでしょ、やっぱりそうですね、痛いでしょ、プロレスごっこやるとね逆エビ一番痛いじゃない、やっぱりプロレスごっこしたことないんですよでも逆エビって必殺だと思いますよ、逆エビが逆肩エビ、
井上、今日どうしてもこの一戦を突破したい。リング中央です。これも15分以上ですかね。うん、ね、長丁場っぽいね。そして逆にそうそう決まらないってことでしょ。自分の体も反ってる。ここに注目してください皆さん。なんかこの反りの技がポイントになりそうだね、今日は。うえ、本当に柔らかいですね。いやでもここまでは痛いでしょう。見てる方も痛くなりそうな。キャメルクラッチ、そしてダブルチョップ見せてくれるね。どっしりしたこの井上京子、何を出すのか。逆にフライングクロスアタック、トヨタ。しかしやはり背骨が痛いんですね。また足の逆襟。うわ、見てる方が痛くなってくるこれ。痛くなってくる。背中押さえたくなりますね。取られるもの全部嫌いだったから。取り技嫌い。やるのはいいけどやられるのも。またあのあれなんですか、長くやってるとキャリア長ければ長いほどこれあの持病になってくるでしょ。惜しいね、腰と膝。膝も持病やっぱり。腰が悪ければ必ず膝に来る。全部つながってますからね。どこにどこ一個悪ければ全部悪くなって。ああ、トヨタがロープで逃げたけども、あっと。ここでルチャリブレ殺到。しかしトヨタが足を。頑張れ頑張れ。はい、もらった。ですけども、これ勝っちゃうんでしょ。これ、はい、これもキャメルクラッチと同じ拷問技です。密着した関節技。はい、いただき手首をリストロックして、あ、入った。勝った。やってくれるね、本当に。リチャリブレ、そしてキャッチ、そしてプロレスリング全ての技をマスターしようとする24時間考えるレスラー井上京子。圧倒的に前半はもうトヨタを押しています。いろんなことやってくれるもんね、井上ってね。逆にトヨタがエビで丸めたが、カウント2。回転技だと決まるのかな。なんだかなんだか一瞬でかい気もするね。さあトヨタの逆襲か。フロントキック、そしてカバー、これは速い。なんかトヨタも一瞬一瞬ちょっとだけ雑になる時があるのね。さあ2段目トペレベル差かわして。そうはいかねえか。やっぱトヨタがよく見ていた。さあコブラツイスト、あばら折りです。なんかコブラツイストが綺麗に決まるとかえって最近は珍しく感じちゃうね。そしてそうです、ローリングクレードルホールド。取れるか。パンチ惜しい。なんか井上があの技で見せるの、私もこの技で見せてやるっていう、なんかそういうのが伝わってきますね。心理戦みたい。逆エビの返しです。意地悪いよこれ。これは逆エビ型の逆エビ反りですね。固めてません。逆エビ反り。膝でこれは固めてます。支えている逆エビ地獄。先ほどのやはり逆エビのお返し悔しかったんでしょうか。トヨタマナミ、ヨリオさん、こういう技はどう。今みたいな変違う入り方でしょ。同じ逆エビでも鎌固め、そして腕も決めたインディアンデスロック、ダブルホール鎌固めです。
斉藤さん、はい、これ体硬い選手があると自分かけてる方が痛いんですよ、これ。そうでしょうね。これもテクニシャン豊田ならではの技です。中盤に入ったこの準決勝、トヨタが息を吹き返してきました。グランド技で終わり、この準決勝、ああこれはもう井上歯を食いしばって逃げたいところ。さあトヨタがロープへ乗ってきて、ドロップキック、当たりはいい、2発、あ3発、そしてロープ中断、ミサイルキック、ヒットしてカバー体勢、カウント2。今のはとってもトヨタらしかったね。そうですね、一連の躍動感溢れていて、そしてトヨタがジャーマンスープ、カウント2、惜しい惜しい、どっちが勝ってもおかしくないと言っていいでしょう、この準決勝。実は井上すごく余裕あるね。あとバックへ回って、あ井上が逃げた、早いエスケープ、よく見てるって感じ。そうですね、やられててもやられても全然余裕あるわ、井上って恐ろしいわ。トヨタボディスラムでエルボードロップ、これをすかした井上京子、ちょっと背骨を押さえてます井上、いやすごい、すごい、何なんだ今の、ウルトラ回、ウルトラ回転見方といっていいでしょう、すごいね今のね、さすがトヨタ、運動神経はいいわ、本当に。そしてロープ最上段に上がって、フライングボディアタックを壊した、あ見たいな、やった、おっジャイアントスイング2回、3、あ力があるね、8、9、10、11、12、13、いいな、本庄のカバー12回転ジャイアントスイング、井上京子、あーここで両選手が、井上が場外を打った、トヨタ何を出すんだ、ラッキーバーだ、うわすごい、なんと女子プロレス初めてのエステルノエノに教わったでしょうか、ラッキーブラーだ、ここでトヨタ最高のチャンスです。お見事だったね今のは、ボディースラム、これムーンサルトが、あー井上がバックから、あー勝ち、あーこれはなんというレスラーだ井上京子、力もあるんじゃないあの人、ロープが近い、まさしくムーンサルトを狙ったトヨタ、逆に井上返して、ウルトラパワーボム2回、パワー返せ、そして井上がバックへ回った、レスポリバーロメロスペシャル、素晴らしい顔に、すごいね、お見事、前方ロメロスペシャル、井上京子選手の勝利となります。井上京子、山田、トヨタを下して決勝に進出です。
たいですね。あでもすごい選手だね、本当に井上は。24時間プロレスを考える最高のレスラーと言っていいでしょうかね。24時間考えすぎているんじゃないかという井上翔子、プロを破りました。決勝はきついと思うね。そうですね、バイソン木村との決勝、これは楽しみです。